こんにちは、チーフのミドです。7月20日、本日のフロンティア TV を始めます。今日からですね、ポケモン GO が配信されるというのされておりますけれども、歩きスマホが問題になっている中よく出すなと思いますけれども、本日は新着賃貸物件2件、また、皆様の声、ご契約者のご感想をいただきましたので、そちらをですね、ご紹介させていただきます。はい、ツイートにありますね。皆様の声、ご契約者様のご感想いただきましたというところと、あと2つ入ってきているのが新着賃貸物件、上吉田のですね、アイデアルスポットという物件の中部屋出てましたけど、決まって角、最上階角部屋の空きが出ましたということですね。一軒見てみましょう。富士吉田市下吉田の 2LDK プリムールという出ましたね。はい、こちら久々に出ましたプリムール、重量鉄骨のしっかりした作りの 2LDK 物件ですね。洋室収納にはですね、ちょっと写真回ってますね、ミラーがついてますので思ったよりも広く感じられますね。ただこのミラーがあるんで、部屋の配置によってはこの鏡がちょっと気になるなんていう、感じも出ちゃうかもしれないですね。で、こちらがですね、満室で9月の上旬から入居可能なお部屋出ましたね。中まだ見えませんので、動画、まず写真等ですね、参考にしていただければと思います。はい、では本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。